モリッツ・ワーグナー、モーリッツ・フリードリヒ・ワーグナー、または、モーリッツ・フリードリヒ・ワーグナーは、ドイツの探検家、地理学者、博物学者である。多くの魚類を収集、研究した。地理的隔離が、生物の種文化に、重要な役割を果たすとする隔離説を主張した。バイエルン州のバイロイトで生まれた。兄に、生理学者のルドルフ・ワーグナーがいる。エアランゲン大学、ミュンヘン大学で学んだ。 1836年から1838年の間、アルジェリアを調査したのに始まり、1842年から1845年の間は、国会沿岸諸国、コーカサス、アルメニア、クルディスタン、ペルシャを旅し、1852年から1855年の間は、オーストリアの探検家のカール・シェルターと、中央アメリカ、北アメリカ、 カリブ海地域を旅し、1857年から1860年の間はパナマからエクアドル、アンデス山地を探検した。各地で動植物を収集し、大規模なコレクションを作った。特に魚類に関心を持ち多くの収集した。輸送中に保存方法が不適であったり、1854年のサンサルバドルの地震による被害で、 大部分の標本を失うが1858年からの探検では、その捕獲地の詳細な情報を著作で発表し、オーストリアの学者、ルドルフ・クネルによっていくつかの新種の魚類として記載された。ミュンヘン大学の地理学と民族学の名誉教授に任じられ、1860年に、ドイツ科学アカデミー・レオポルギーナの会員、1862年に、 バイエルン科学アカデミーの会員に選ばれた。進化に関する多くの著作があり、種の進化のためには地理的な隔離が生じ、交雑の可能性が排除されることが必要であると主張した。m ワーグナーは植物の学名で命名者を示す場合に、モーリッツ・ワグナーを示すのに使われる。ありがとうございます。